好物とは、一般的には、地質学的作用により形成される、天然に算する一定の化学組成を有した、無機質結晶質物質のことを指す。一部例外があるが、好物として記載されるためには、人工結晶や活動中の生物に含まれるものは、厳密に排除される。また鉱物は、個体でなければならない。生きた生物に含まれる、例えば貝殻の崩壊石や、 アラレイシ、人の歯に多く含まれる、ハイドルキシアパタイトなどの鉱物は、生体鉱物として区別する必要がある。また、希少湿物質でも、鉱物と呼ばれる例外もある。講義には、動物以外を指し、石油、地下水までも鉱物に含める場合がある。しかし、鉱物学の文献等では、天然に産出する、無機質で、 一定の化学組成と結晶構造を有する固体物質のことを鉱物と定義する場合が多い。鉱物の種は結晶構造と化学組成によって特徴を付けられている。化学組成が同じであっても結晶構造が異なれば違う鉱物となる。例えば石木とダイヤモンドの化学組成はともに純粋な炭素であるが結晶構造が異なるため別種の鉱物であり。 全く異なった物性を有する。また、結晶構造が同じでも、化学組成が異なれば違う鉱物となる。崩壊石と飛粛土石は、結晶構造は、ほぼ同一だが、化学組成が異なるため別種の鉱物である。詳細は、多形を、参照詳細は、雇用だよ。参照結晶構造については、一定量までならば組成外の元素を含んでも維持、できるため、 同種の鉱物であっても、化学蘇生には一定の幅がある。この時雇用することのできる元素の量は、元素の種類と結晶構造に依存する。結晶構造が極めて近い鉱物同士の場合、自由な割合で雇用できる場合があり、この場合には、ちょうど1、1になる蘇生を境にしてそれぞれ独立の鉱物として命名する。詳細は、新鉱物を参照新鉱物は、 国際鉱物学連合の新鉱物命名分類委員会に申請して承認される必要がある。鉱物の和名について、日本鉱物学会では1955年以降、石と鉱以外はカタカナで書くことを取り決めている。その際、石は非金属光沢を持つ鉱物、鉱は金属光沢を持つ鉱物に用いる。しかし、カタカナでは意味が取りにくいため、 実際には漢字で書かれることが多い。鉱物の性質は次のような項目で表現される。工学的性質、科学的性質、物理的性質、詳細は、鉱物の一覧も参照、質論図分類も、参照元素鉱物以外の分類は、含まれる不イオンの種類によって行われる。また、リン酸塩鉱物とバナジン酸塩鉱物のように、不イオンの性質及び形状が類似するものは、 分類方法によっては一つのグループとされる場合がある。元素鉱物単独の元素からなる鉱物。自然菌、自然銀、自然銅、自然草園、自然テルル、自然硫黄、石木、ダイヤモンドなど、自然真鍮のように特有の結晶構造を持つ合金についてもここに分類される。ただし合金であってもイリジウム、マイナスオスミウムのように単純に、 保養体を形成しているだけの場合は、鉱物詩とはならない。硫化鉱物金属元素と異応とが結合している、鉱物。熱水鉱床などでよく見られる。鉱鉄鉱、黄銅鉱、肩炎鉱など。酸化鉱物金属元素と酸素とが結合している、鉱物。石炎、赤鉄鉱、地鉄鉱、チタン鉄鉱、スピヌル、コランダムなど。 ハロゲン化鉱物金属元素とハロゲン元素とが結合している鉱物。岩塩、ホタル石など、炭酸塩鉱物炭酸塩からなる鉱物。崩解石、苦敗石など、放酸塩鉱物放酸塩からなる鉱物。放射など、硫酸塩鉱物硫酸塩からなる鉱物。明板石、石膏、転生石、重晶石など、 リン酸塩鉱物リン酸塩からなる鉱物リン海石などタングステン酸塩鉱物タングステン酸塩からなる鉱物イおもしなど計算塩鉱物計算塩からなる鉱物観覧石、奇石、核栓石、キララ、長石、伏石など計算イオンの構造によりさらに細分化される有機鉱物有機物からなる鉱物他の鉱物は 無機物からなるので、体をなし、無機鉱物と同じく一応分類は可能であるが、40種ほどしか見つかっておらず、普通は有機鉱物でひとまとめにされている。鉱物を結晶型で分類する場合、漠然とした外見ではなく、対称性が重視される。これは結晶の対称性には結晶構造の影響が特に強く現れ、 原子の配列が反映されるものだからである。鉱物の結晶が取ることのできる対称性のパターンはいくつかに限られており、これを明ら家系と呼ぶ。結晶がどの明ら家系に属するかによって、挙手的な外形や割れ方、電気的、光学的な性質が大まかに決定される。逆に、鉱物がどの明ら家系に属するかを決定するには、結晶外形や、 他の物理的性質を総合的に判断して決定する。ただし、現在では、X 線解説のみによりほぼ決定することができる。通常、7小形で表現されることが多いが、7小形のうち、味方小形と六方小形は、行列により座標の変換を行うと等価となるため、6小形とする場合もある。また、非常に少数であるが、 結晶構造の存在しない、飛翔室の鉱物がある。当軸小系ザクロ石、スピネル、ホタル石、ジテ鉱、ウ、コ鉱、ダイヤモンドなど。マサカタ・アキラ系、ジルコン、ベスブ石など。六方小系石英、崩壊石、臨海石、コランダム、石木など。社方小系観覧石、社方奇石など。単社症系、象徴石、普通奇石。 普通核戦石、黒雲母など、三者小型社長石など、飛翔室オパール、ネオトス石、イモコ石、石川石など、結晶構造に着目して、同じ結晶構造を持つ鉱物をまとめて一つのグループとする場合がある。特に、化学組成と明らか系だけでは特徴をつかみにくい。計算塩鉱物などでは、一般的に使われる分類である。原子の配列である、 結晶構造はあまりに微細であるため直接知る方法はなく、X 線解説や、その他結晶の物理的性質などによって、間接的に推定する。化学組成やアキラ系から、大まかに推定できる場合もある。ただし、同じ結晶構造だからといって必ずしも、同じアキラ系に属するわけではないことに注意が必要。例えば、長積グループに属する鉱物は、単車。 社宝、三社と三つの明らけにまだがる。鉱物グループの例、結晶面も三章結晶が自由に成長できる環境で成長した場合を時系という。これに対して他の鉱物に邪魔をされて自由に成長できなかった場合を多系という。また、時系結晶の外形だけを残して成分が分解、置換してしまったり、多系関係の別の鉱物になってしまう場合があり。 このような場合を仮称と呼ぶ。鉱物の外形は鉱物種を判断する上で非常に重要な要素であり、結晶を一見しただけで鉱物種を判断できる場合もある。ある鉱物種が取りやすい形をその鉱物種のアキラ、癖という。しかし、結晶の面の大きさや量の長さなどは比較的変わりやすいことが知られているため、決定的ではない。一方、 結晶面同士のなす角度は結晶面ごとに常に一定であることが知られており、鉱物の鑑定においてはより重要な性質である。鉱物を酸出状態や用途によってまとめることがある。マグマや熱水から最初にできた鉱物を一時鉱物、既存の鉱物が水や空気と反応して別種に変わったものを二次鉱物ということもある。ただし、その境界は曖昧である。 鉱物学は博物学より発生しており、鉱物を自然物の分類として使ったのは、博物学者の輪廻である。輪廻は自然界を動物、植物、鉱物の3回であるとした。当時の博物学は動物、植物が中心であったため、動物でもなく植物でもないもの、つまり自然界の向き物はすべて鉱物として扱われた。この影響が強く、 鉱物の分類が確立された今でも、鉱物イコール自然界にある、無生物という意味を残している。また、かつて博物学は上流階級の趣味の一つであり、現在の鉱物採集や収集といった趣味も、この当時から発生している。現在でも、欧米では、鉱物や岩石、化石の採集、収集は、高尚な趣味として認められている。日本でも、各週間で、 鉱物の原石を添付するコレクション雑誌が発売されていた。工業法第3条第1項では、この条以下において、鉱物とは、金鉱銀鉱銅鉱塩鉱宗円鉱、鈴鉱,鉱アンチモニー鉱、亜鉛鉱鉄鉱硫化鉄鉱クローム鉄鉱マンガン鉱タングステン鉱モリ森武ン鉱飛行、煮付ける荒金、コバルト鉱ウラン鉱 トリウム鉱、リン・アラガネ、黒園、石炭、アタン、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石膏、重晶石、明板石、ホタル石、石綿、石灰石、泥米と、軽石、長石,石、老石、滑石、耐火粘土及び砂鉱をいう。第二項では、全項の鉱物の廃鉱または、鉱災であって、土地と符合しているものは、鉱物とみなす。 と定義されている。ありがとうございます。